ラジアータパインは、マツカマツ族の樹木である。マツカマツ族、いわゆるマツの仲間の一種、以下の2変種が認められている。元変種、ピーニュースラジアタバリエーション、ラジアタについて、産地別に枝、信用や休暇を多数集めたところ、カンブリアの個体群は、変種とまではいかないものの他の2つの生息地と違う傾向が見られた。 オーストラリアの研究ではこれらの形態、表現型的な違いに加えて遅い成長率、季節ごとの成長に違いが見出されており、おそらく遺伝子的に他の個体群と異なるとされている。近年の研究では各生息地間にわずかな遺伝子的な差異が認められた。そのほとんどは生息地に固有のものだという、本種と P ニュースアテヌアタや、 ビショップ松との間で大きく遺伝子入入があるという証拠はないが雑種の出現は地域的にしか見られない。学名 p ニュースラジアタの種商名ラジアタは英語のラジアルに由来し、笠サの臨片の特徴に基づいて名付けられた。英名として一般的なモントレイパインは本種が広く分布するカリフォルニア州の半島の名前に由来する。 他の名前としてはスペイン語風のピノインジグニツや種商名ラジアタからラジアタパインと呼ばれることも多い。種商名由来の名称は世界的によく使われる。日本でもモントレーパインを直訳したモントレー松が標準和名として与えられているが、種商名に由来するラジアタ松、ラジアータ松、ラジアータパインなどと呼ばれることも多い。ラディアタと表記されることもある。 木材の輸入先として大きなニュージーランドやチリを頭につけたニュージーランド松やチリー松という表記も木材、建築業界など一部で使われているようである。元編集、編集ともに自生地は非常に限られている。元編集はアメリカ合衆国西部カリフォルニア州、セントラルコーストの互いに隔絶した産地点、サンマテオ軍、サンタクルーズ軍、 三類装備スポ群で確認されている。この三地点の中で最も北にある場所はあのヌエボの東側である。同様に真ん中の場所はモントレーやカーメルから約5 0トル南に行ったところである。一番南の場所はピコクリーク、カンブリア地域から約1 0 0トル離れている。一番北の場所から一番南の場所までは約2 0 0トル離れている。 いずれの場所でも海岸に比較的近い場所に生えており、海岸から 10km 以上離れた内陸に場所に生えていることはほとんどない。本港では以下、これらカリフォルニアの3地点について近隣の名前を取り、アノヌエボ、モントレー、カンブリアと記す。編集 P、ラジアタバリエーション、ビアンタはグアダルーペ島とセドロス島に分布していることが確認されている。これらの島は、 元変種の分布する南限カリフォルニア州カンブリアから、それぞれ約7 5 0トル、約9 0 0トルも離れた太平洋上の小島である。本種の生育する地域の気候は、太平洋を流れる寒流の影響を強く受けており、湿度が高く、気温は低く、夏には霧が発生する。生息地の一つ、カリフォルニア州モントレーの湿度が最低になるのは七月で、 あるが、その時でも平均で60から70%であり、湿度は高い。霧は年間の1、3以上の日に発生する。気温の変動は全体的に少ない。とは言っても細かく見れば、摂氏5度から摂氏40度まで幅がある。月平均気温で比べてみると、最も寒い月と最も暑い月で比べてみると、その差は約摂氏7度であり、寒暖の差は、 少ないと言える。具体的には、冬の平均気温が摂氏9度から摂氏11度、夏の平均気温が摂氏16度から摂氏18度である。成長期にあたる2月から6月の平均気温は摂氏11度から摂氏16度で、最高気温は摂氏17度から摂氏24度である。下の降りない期間は年間約300日である。年間降水量は、 約400から900ミリメートルであり、年によって変動する。このうち12月から3月までに300から500ミリメートルの降水があるが、残りの時期は月平均50ミリメートルにも満たない。特に7月と8月は雨が降らないことが多い。降水による水分が期待できない季節、樹木は海から内陸へと移動してきた霧を浴びることで、樹幹から水分を吸収している。 モントレー半島の高所では霧を浴びることで1週間あたり15ミリメートルの降水量に相当する水分を得ている。雪は原産地においては降らない。アメリカ本土の3カ所の分布地を湿度の点で見るとあのヌエボは最も降水量が多く、モントレーは最も霧が多い、カンブリアは最も乾燥している。原産地付近での風は弱く、年間平均で秒速2メートル程度である。 5月は最も風が強く、8月が最も弱い。グアダルーペ島とセドロス島の気候は地中海性気候が色濃く出ており、アメリカ本土よりも雨は少なく気温の変動は極端である。どちらの島でも分布域は霧の影響が強く、松は霧の切れまで風上の斜面に生息することが多い。稀に水分の多い深い谷の斜面でも見られる。セドロス島では 松が生育する場所は、霧が最も頻繁に発生し、集中するような場所である。原産地における分布域は狭いながらも、生育する土壌は変化に富んでいる。あのヌエボでは、元岩は、血岩ないしは、海底由来の砂岩である。モントレーにおいてはこれらに加えて、花崗岩も含まれる。カンブリアにおいては、石灰岩、砂岩、チャート、粘板岩である。 アメリカ本土のアノヌエボ、モントレー、カンブリアの3カ所の地質はいずれもよく似ている。大部分は砂っぽいロームでしばしば海に由来する堆積物である。松にとって良い場所では有機物の厚い堆積が見られる。有機物の堆積は8から15センチメートルの層となることが多く、内部には水や適度の栄養分を含む。このような土壌は 斜面で見つかることが多く、水はけが良いのも特徴である。深さ50から85センチメートルのところには粘土層がある。粘土層はとても大切である。松の根は一般的にこの層よりも下には伸びていかないが、根の多くはこの層をわずかに貫通する。このような根は根と菌類の共生の形態である菌根が形成されている。土壌は 一般的に酸性を示し、土層の上部、もしくは粘土層内部は特に酸性が強くなることが多い。粘土の水はけの悪さと酸性の強さが、相まって、近婚の形成に良い影響を与えると、考えられている。本種が好むのは、一般的に丘のような地形が緩やかな斜面である。サンタルイーカ山脈では、例外的に、標高300メートルの場所に分布しているが、 他の場所では、海岸と険しい内陸の山岳地帯の間の緩やかな起伏である。アメリカ本土の分布域においては、どの地点でも北斜面に好んで分布することは共通している。他にあのヌエボでは、他のどの方位の斜面にも見られ、モントレイにおいては南向きの狭い谷で見られるが、分布の南限カンブリアでは、北側の斜面以外には全く見られなくなる。 メキシコの島所部では緩いところから急なところまで傾斜の度合いにかかわらず斜面に見られる。標高はグアダルーペ島で300の1100メートル、セドロス島で270の650メートルぐらいである。分布を制限するものは各地で異なる。あのイボにおいては海岸に近い場所の浅い土壌が分布を制限する要因と見られる。モントレイにおいては 降水量の少なさに加えて土壌の深さ、構造、粘土層の位置などが分布に影響している。カンブリアにおいては気候と土壌の関係上、高木が成立できずに草や低木に移行していくと考えられる。化石の記録では、更新予行期には現在よりも広い範囲に分布していたことが伺える。この時代は表記であり、海岸線は今よりも後退していた。現在は、 海中となるような場所や現在は島となっているような場所。具体的には、タマラスベイ、リートルスール、カーペンター、ランチョラブレア、アンドサンタクルーズアイランドで化石が発見されている。本種は天然分布が狭いだけでなく、アメリカでは林業用樹種としてもほとんど使われていない。1960年代の資料によれば、アメリカ本土における 分布面積は推定で4900ヘクタールから6500ヘクタール程度であると見られている。しかし、その後の変動、特に増加が顕著であるためにこの値は、今では当てにならない。例えば、あのヌエボ近郊では1970年代に95ヘクタール増加している。これは植林したことによっての増加である。しかし、そのような増加を含めても、 メキシコの島を合わせたすべての面積は8000ヘクタールに満たないと見られている。しかし、世界に目を向けると、最も植林されている松という面白い特徴を持つ。成長の速さ、質の良いパルプが取れるのみでなく、木材としても十分使える品質が評価されて、オーストラリア、ニュージーランド、スペインなどでは、外来樹種としては最も植えられている。アルゼンチン、チリ、 ウルグアイ、ケニアと南アフリカにおいても主要な扱いを受けている。これらの国では、自国で使うばかりでなく、輸出して外貨を獲得することも行われるし、天然林の伐採を減らすことも期待されている。ただし、日本では植えられていることは稀である。公園や植物園で生態を見かけることは、ほとんどない。逃げ出した個体が野生化し問題を引き起こしている例も知られている。 ニュージーランドでは本州及びコントルタマツ、米マツを中心とした外来樹木の野生化が問題になっている。これら外来種の野生化は生物多様性、主要産業でもある牧畜、土地の価値に悪影響をもたらすことなどが懸念されており、行政機関やボランティアによる抜き取り、枯れ札処理が行われている。樹高は10から40メートル程度であり、産地や条件で変動するが、 元編集ラジアタの場合は大抵は20から30メートル程度、小さいと10メートル、大きいと40メートル近くになる。樹高の高い個体は小さな渓谷で見つかることが多い。強行直径は大きく変動し条件の良い場所では60センチメートルを超える、120センチメートルを超える巨大なものも稀に見られる。グアダルーペ島において最も高い個体は、 樹高33メートル強硬直径が最も太いものは211センチメートルの記録がある。セドロス島では最も高い個体は樹高32メートル強硬直径が大きいのは77センチメートルであった。枝は飛圧されると枯れてしまうものの、幹から離れにくいために枯れ枝を多くつけたままとなる。密集地では枝を出しにくく、枝のない綺麗な幹になる。 なりきの樹皮は臨場に大きく裂ける。信用は、元編種では8から15センチメートルのもの3本が、束生するが、編種、ビアンタでは2枚が、束生する。樹幹の発達は、樹齢と空間に関係がある。混んでいる場所では、小さな樹幹をつける。旺盛に成長している個体では、樹幹が平坦で歪になった後も、樹齢35年から45年程度まで成長を、 続ける。強硬直径が30から45センチメートルの個体では幅5、6メートルの樹幹になるが混んでいる場所ではもっと小さくなる。強硬直径75センチメートルの個体の樹幹は幅9から12メートルであった。30メートルを超すような巨木であっても生きている枝をつけている部分の幅は樹高の1、3から1、6しかない。原産地においては 番頭から早春に開花する。本種は他の松同様に私有同種であり、一つの株がおしべのみを持つお花、しずいのみを持つ芽花の2種類の花をつける。たくさんのお花が枝の脇に、芽花は枝の先端部に形成されるが、芽花は稀に2年生の枝にも形成されることが見られる。生成熟するのは、 樹齢が5年生から10年生の時期であるが、たとえ開けた条件の良い場所で育てても実際には15年生から20年生になるまで身をつけない。密集した場所ではさらに遅くなる。休暇が熟すのは2年目の秋で、翌年の早春の暖かい日に林辺を開き中の種子を散布する。熟した休暇は明るい茶色で、長さは8から18センチメートル。 中に入っている種子は楕円型で、艶のある黒色で小さく平均2センチメートルである。カンブリア産の個体は最も大きなウカと種をつけ、モントレー産のそれらは最も小さい。一つのウカには120粒から200粒の種子が入っている。ウカは熟しても枝からは落ちにくく、長期間枝に付着したままで開閉を繰り返す。他の松同様、暖かく乾燥していると開いて、 中の種子を散布する。熱と乾燥を同時にもたらす火災が起こると、多数の休火が開き、中に入っていた多数の種子が散布される。更新するにあたり最高の条件は、火災の発生である。熱と乾燥によって、最大限の数の休火が開き、しかも競合する植生は一時的とはいえ壊滅し、最高の発芽床になる。だから、 火災の跡地にはとんでもない数の未生が生えてくることがある。火災跡地の森林において、1ヘクタールあたり120万本から240万本もの未生が見られたという。発芽では、使用は地上に出てくる。使用は5枚から6枚で、新洋状。数ヶ月後には2回目の葉が生えそろうが、3年生になるまでこの2回目の廃坑を出さない。 根茎は、多くの苗で、細い直根が発達し、直下の地中へと伸びている。未生の成長に最高なのは日差しを遮るものが何も、ないことである。だから伐採や土地、火災や土地は、未生の発芽と早い成長に都合が良い。臨地残材がたくさんあるところでは、未生の密度は下がるが、逆に少しあるぐらいならば、乾燥を防ぎ未生の定着に有効である。 発芽したばかりの未生はとても早く成長する。1年目の成長期を終えた未生は高さが30から50センチメートルに達するのが一般的である。枝の成長は2月には始まり、9月まで続く。競合する新葉樹と比べた場合、地温が低くても成長を始める傾向があるという、土壌中の水分の欠乏が秋の成長を止める。 成長の終わりは個体によって、年によって異なる。5年生の苗木は強硬直径6センチメートル、受光6メートルまで成長する。この頃には根を垂直に伸ばすよりも横に伸ばすようになる。未生の根は地温摂取15度の時に最もよく成長する。これは他の松と比べると約摂取5度低い。本種の水ポテンシャルはマイナス1.5音波まで下がるが、これは 気候の開閉だけでは達成できない数値である。同様の現象がポンデローサ松やコントルタツでも観察されている。苗木の身長成長は条件の悪いところでは15年生ぐらいから低下するが条件の良いところでは50年生ぐらいまで続くという寿命は比較的短い。大きさは80年生から100年生程度で最大になることが多く。 150年生を越す個体は少ないという。アノルエボにおいて混成し、上層を構成する樹種には以下のようなものがある。ベーマツ、セコイア、ポンデローサマツ、ピー、アッテヌアタ、クワーカスワグラフォーリア、アービュートスメンジエシーなど、島諸部での混成する植生はとても貧弱である。グアダルーペ島においては、奈良の一種クワーカストメンテラ、エリッチアイダルズやソホ本と混成する。 セドロス島においては、ビショップ松、ユッカ SPP やオプチや SPP と混成する。本種は上層期にもなり、下層期にもなることがあることから、中程度の大陰性を持つとの評価である。大陰性は、樹齢と共に変化し、知事の時は高いが成長するにつれて、低くなっていくという。本種には、ヤドリギの一種アークイトビアムオクシデントルが寄生することがある。 樹齢は関係ないようであるが、あのヌエボでは見られないという。火災がない場合は、本種よりも高く成長し、より長寿な植物、例えばベーマツが優勢になると見られている。カリフォルニアにおいては、本種の同リンが見られることが多いが、これは火災跡地に再生してきたことを示している。ニュージーランドにおける外来針葉樹の野生化問題では、高木であるこれらの樹種が、 低木や草本を冷やして悪影響をもたらすことが懸念されている。何種類もの昆虫が松のいろいろな部位を餌として利用している。葉を食べるものは44属56種に上るという。ゾウムシやキクイムシの仲間は形成層を食べるために若い個体では腰に結びつくことがある。ユーラシア地域を原産とするノクチリオキバチは産卵時に卵と共にある。 種の菌類を松に注入する。幼虫は、松の材だけでなく、菌類も同時に食べて育つ。原産地の松はこの菌類に抵抗性があるが、アメリカ大陸原産の本種は感受性が高く、寄生されると、同水障害を起こして枯れてしまうことも多い。木鉢は、オセアニアや南米などにも侵入し、特にオーストラリアの植林地では1950年代の、 一時期壊滅的な被害を出したところもある。木鉢は北米大陸にも侵入が確認されており、本種以外にも抵抗力のない松が多いアメリカでは、その拡大が危惧されている。ある種の鳥類と小型哺乳類の中には、本種の種子に大きく依存して生活しているものも知られている。アメリカカケス、ステラーカケスなどは特に顕著である。小型哺乳類で大事なのは、 しかし、ロアシネズミ、シマリス類やジリス類などが挙げられている。グアダルーペ島においては野生化したヤギがミショウやナイギを食べてしまうので、更新が進まずに絶滅寸前まで個体数が減少している。ヤギの駆除は2005年に完了したものの、ナリキの個体数が回復するには長い年月がかかると見られている。牧畜の盛んなニュージーランドでは、 本種の人工林内に家畜を放牧することもよく言及されている。林内放牧と呼ばれるアグロフォレストリーの一種である。他の松同様根と菌類が共生してできた菌根を形成し、相互に有益な関係を築いている。本種と菌根を形成する菌類は7種類とも16種類以上とも言われている。いくつか。 ある菌根菌の中でも特に小炉と本小炉は、松の身長成長、松への栄養分供給能力において、最も優れているという。一方で松に害を与える菌も多い。松類、頭皮類、もみ類など各種針葉樹を犯し、欧米で大きな問題になっている松の根口竹による被害は、本種でも発生している。松の根口竹と並ぶ、病原菌であるナラタケ類による タケ病は、奈良類と混成しているところでは、被害があるものの、本種はあまり犯されないという。カリフォルニアでは、フザリウムの一種フーゼリアムセルキナトムによる松類、ローアブラドーカレ病が、大きな問題になっている。松材線中病の原因となる、松の材泉中に対しての抵抗性については、感受性が高く腰しやすいという報告と、かなり抵抗性があるという報告が混在している。 偏在は淡い色をしており、新材はそれよりもやや濃く淡い褐色を示す。成長の良い若い木では偏在が大部分を占める。年輪はあまり明確ではなく、肌目は均一である。乾燥は早くて狂いも少ない。加工性も良好で、比重の割には C が耐久性は低いとされる。木材として利用する場合、一般的には薬剤処理が扱われ、 浸したり圧力をかける処理が行われる。このような処理を受けたものは、下見板、柱、桁、合板などとして、家の建築用材やコンクリートの型枠材、木造ボートを作るのに使われる。ボートに用いる時は、多くの場合、防水処理のために、エポキシ樹脂でコーティングされる。品質が低いものについては、破砕処理され、ウッドチップになる。 チップは、静止原料として、リグニンの除去、漂白処理などを受けて、パルプになったり、微細なチップを高温高圧条件で接着した、パーティクルボードの原料となる。パーティクルボードは、遮音性に優れるので、フローリングなどに使用される。本州を中心に林業を行っているニュージーランドや、チリから輸入される木材は、財務省の貿易統計、林野庁の木材需給表などでも、 その他でくくられずに、個別の値が出ている。一例として、日本に輸入される、ニュージーランド材について見てみると、平成12年度に、日本がニュージーランドから輸入している木材は、丸太換算にして、約4300千立方メートル強である。ニュージーランドからの輸入はこの年をピークに、減少しており、平成20年のそれは、約3000千立方メートルとなっている。 平成12年度の内訳は丸太が184、3000立方メートルで、製材品が43、3000立方メートルとなっている。記念碑の立つ丘の頂きワンツリーヒルニュージーランド北部、オークランド近郊にある標高182メートルの小高い丘である。この丘の頂上に本州の有名な個体があった。この場所は地況に位置し、その展望の良さ、 急斜面と崩れやすい地質のため敵が進行しにくいといった防衛上の利点、海が近いため食料を手にしやすいなどの理由で当地の先住民、マオリの部族が古くから暮らしていた。丘の名前は白人の入植者たちがオークランドを発見した時、この丘の頂近くに一本の木を見つけたことに由来する。マオリの言葉ではこの場所をマウンガキ駅へと呼び、 悲駅への生える山、もしくは、一本のトタラという意味だという。白人たちはこの木を切り倒し、一本のラジアータ松を植えた。松は大木に成長し、丘の象徴となっていたものの1994年10月と2000年10月に、政府に不満を持つマオリによって、チェーン層で襲撃を受けた。特に2000年の攻撃では、個体の半分が腰死する致命傷を負い、 同月下旬に伐採撤去された。この個体は幹の部分の円盤標本を含め多くの部位が保存されている巨木の消えた丘はシャレを含めてノンツリーヒルなどと呼ばれているヒーンとも言う日光を遮られること縦方向の成長のこと同じ樹齢の個体が多数集まって構成されている森林マルタの在籍にマルタ以外のものは 丸太在籍に換算したものを足したもの、ありがとうございます。